皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の誕生石のコーナーです。さて、3月3日、日本では桃の節句ですが、えー、どんな誕生石なのでしょうか早速、写真でご覧に入れます。はい。 アメシストです。はい。あ、元はこうなんですね。はい。アメシスト。ああ、これなんかかっこいいですね、えーあ。こんなのもあるんですね。そうですよね。はい。いいところで切ればね、こうなるわけですね。はい。おお、面白いですね。ああ、完成品ですね。えー、完成品になると、このような、綺麗な。ああ、これなんか、 ちょっとこう年季が入ってるような感じですねはいあいろんなロイヤルファミリーが持っているアメシストはいいいですねいやいいですねどっちもいいですねこの原石もあの加工品もどちらもなかなかなもんですねはいえっ これ、インテリアとして置くものなんですかそれ、すごいお金持ちでしょ <laughs> あ、これいいですね。あ、これかっこいいな。これ、男性でもつけれるんじゃないですかこれだったらね。はい。えー、あ、こんな <laughs>、えー、いろんな飾り方というかね、使い道があるんですね。はーい。えー、さあ、皆さんもう見慣れてきましたでしょうかね。では、そろそろ、私、 独断と偏見による、えー、ベストショットを選ばせていただきます。はい、えー。もう、もう迷わず決めております。迷うことなく決めております。迷うことなく、迷うことなく、迷うことなく決めております。えー、っと、あれ元に戻ってきちゃったな。 これだっけあこれですね。そうです。原石。原石がこう、原石からアメシストが生まれようとしているような、そういう感じですね。で、後ろに黄色い花がぼかしてある。この辺のね、青系と黄色系のコントラスト。この系、統とも素晴らしい,、はい。と、勝手に選ばせていただきました。はい。では画面。 えー、戻させていただきますねはいはいということでアメシスト宝石言葉は「心の平和」ですはい青系と黄色系ウクライナの国旗をちょっとだけ思い起こさせるようなあの写真 心の平和、早く来ることを祈っています。そして3月3日にお生まれの皆様、お誕生日おめでとうございます。それでは今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。